久保さん、すごいっすね、その子。<laughs> なかなかファンキーですね。僕だったら採用してないですね。まあ会社のステージによってだと思うんすけど、まあ基本的にその、まあ僕もあの、うん、なんだろうな、あの、会社と共に生きたぐらいだいぶやったんですけど、なんかね、結局その、 自分でこうまあ結論を言うと兵隊なんですよね兵隊作んないときついんですよまあこれも大人の事情というかうん、なんかすごい画期的なアイディアだったりとか独創的だったりとかするとあのいいんだけどもいいんだけども何だろうな、うん、まとまんないんですよねそうだからはい右へ習え右習えみたいにしていかないとならないんですよ でそれがもう、なんかもう、なんだ、多分ね、それが、あもう固まっちゃって、まあ、もう上,上がないなってなった時に、新しい風っていう、新しい、なんだ、そのうん、化学反応じゃないですけど、それを入れるっていう感じかな、まあ。まあ、基本的に僕は社員雇わないんで、あれですけど、僕だったら不採用ですね。 まあその会社の状態がわかんないんであれですけどうんそう今、求めている人材がそのまあ兵隊は作ったとである一定の売り上げが上がったとで従業員もちゃんと動いて売り上げもある程度作れると余力,余力もあると会社に余力もあるしなんか起爆剤欲しいなっていうそういう時だったら取るかもしれないですね。うーんそう これ残酷な話ですけどいかに会社のために働かせるかっていうとこなんで難しいですね一人ね腐っ,ては腐,っ腐ってはいないんですよ、ね、全然その腐ったみかんを入れると腐るみたいなのあるじゃないですか腐ってはいないと思うんですねすごく逆にいいかもしれないですけどまとまんないっていうね今度 <laughs> うん 難しいですね、だから組織っつうのは。組織作るとは難しいっすね。うん。多分ね、一番まとまってるのって多分北朝鮮なんですよ。多分 <laughs>、一番まとまりがあるの北朝鮮っすね、うん。あの、なんだ。あの、1ミリも、なんかあの、兵隊の動きとかも、行進とか、あと、この拍手とかも、 すごいですよね北朝。北朝鮮のあの拍手とか、笑顔とか、もうロボットなんじゃないかなぐらい、もう精密に合ってるし、あの、兵隊の行,行進とかもねあ。すごいなっていう。あれやばいっすよ。うーん。ぶっちゃけ、ま北、なんか北朝鮮またミサイル撃ったみたいですけどね。このロシアに、ね、なんか、なってる中。いや、北朝鮮はね、超強いと思いますよ。 うん、まあ、やばいっすね。うん。そう。まあ、何が正しいかは、僕は行き着いた結論は、まあ、兵隊を作らないっていうね。<laughs> 兵隊を作らないっていう <laughs> 結論っすね。兵隊は作らないっていう。うん。もはや、鳥を作るって感じですね、僕は。鳥を作るっていう。まあ、ドリームアカデミアのコンセプトは、あの鳥のロゴなんですけど、自由に羽ばたいて、 あの一人で自立、自由になんか飛べと、<laughs> 飛んでこいみたいな感じですね。うん。うでもすごいですね、今の。なんかなんか面白いですね。<laughs> まあでも、うん、すごいですね、それは。ででででででで正解ですみたいなね。正解ですみたいな。<laughs> いな <laughs> そう思ったあなた、正解です <laughs> なんか昔いましたよね、久保さん。 正解です。続けてんのかな正解です。まあいいや。いってらっしゃい。